こんにちは、大地です。Facebook でとか、まあ、いろんなところでこうシェアをされてる、写真なので、皆さん見たことあるかもしれないんですけどね。こんな写真なのね。ディズニーランドかな、アメリカのね。で、ほらパレードってあるじゃないですか。みんなこう両脇に並んでこうパレード来るの待ってて、真ん中にこうパレードがねバーンって来る。それをね、みんながパレード待ってる時に、そのね、道の真ん中でこれからパレードが来るだろう、真ん中でね、人が寝転んでるんですよ、女の子が。で、ちょっと本当かどうか分かんないけど、僕が読んだ説明文にはダウン症の女の子なんだって書いてありました。まあ、とにかく女の子が寝てんの。パレードが来るから困るじゃないですか。で、まあ、係の人、キャストっていうのはちょっとよく分かんないけど、その人がこうやってきたんだって。で、見てる人はどうするのかなと思ってこう見てたっていうんだよね。横に寝っ転がったんだって。これからパレード来るのに横に寝っ転がったんだって、すごいなと思うんですよね。で、これがコーチングだなと思ったので、この間クラスでね、参加者の人にみんなに協力してもらってね、女の子役とキャスト役決めてね、で女の子役にね、床に寝てもらったの。変なクラスでしょ女の子役に床に寝てもらったので、これからパレード来るよって想像してって、周りいっぱい人いてって、なんかざわざわしてたりとかなんか言ってる人もいるよねって、でも気にしないねって、寝っ転がってどんな感じって、広い道に寝っ転がって上見てって何が見える、いや、みんな空が見えるって、そうだよね、青い空見てって雲があるよね、空気いっぱい吸い込んで背中に地面感じて、どうしてここにいるんだろうって、何が面白いって、どんな気持ちなんだろうこれやるわけ、そうだよねって、女の子きっとそんな気持ちなんだよって。その時にさ、キャストの人横に行ってあげてって、ちょっとパレード来るから向こう行こうって優しく言われて、どうって、行きたくないよね、楽しいもんねいうことなんですよ。じゃあ今度キャストの人が横に寝てくれるよって、はい、じゃあ横に寝てあげてっていうわけで、一緒に空見て、ほらいいでしょこれって、こんな広々としたとこに寝て青い空を見てね、楽しいねって言ってあげてって、楽しいねって、何見えるって、空ね、雲があるねとかね、ちょっと二人で話してみてよって言ったわけで、二言三言ですよ、話して女の子の話聞いてあげて、で、じゃあほらキャストの人言ってあげてって、ほら向こうからパレード来るよって、見に行こうって、ほら立ちたくなるでしょって、こういうことなんだよね。これがねコーチングだと思うんですよ。別に相手を立たせるのがコーチングじゃないよ。相手と同じものを見たいっていうことね。これのことをアドラは共感と言ってるわけです。共感っていうのは、ああそうそう、お前が言ってること分かるよ、俺もそうだからって、そういう話じゃないんですよ。相手と同じ世界を見たいっていうことね。相手と一緒に寝転んで空を見て、で背中のね、アスファルトの冷たさとか硬さとか心地よさ感じて、そうなんだよ。でなんかこの感じってどんな感じなのかなって、どうしてこうしてんのかなっていうことにこう興味を持つっていうことね。クライアントはすごく夢を語ってたり、それからすごく悩んでたり悶々としてたり、いろんなことを多分してます。でその時になんか話を聞くっていうよりもですよ、気持ちとしてはね、なんかその人の世界を一緒に生きるっていうこと、一緒に何か夢を見る、一緒にその悩みの中に入ってってみる、でもっとその夢のことを知る、もっとその悩みのことを知る、そしてそこから新しい一歩を一緒に踏み出していく、それがコーチングなんじゃないかなと思います。なんか時には自分のセッションで、自分はなんか外側からこの女の子を見てるのかなって、それとも女の子と一緒に寝っ転がって空を見てるのかなって、今の自分はどっちだろうって考えてみると何か気がつくかもしれませんね。まあということです。ほいでは。